Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to Kemah Reaction. How are you guys doing today? I just want to say thank you guys so much for coming back. Thank you guys so much for commenting and subscribing and giving me suggestions. I really do appreciate it. Now, enjoy. Bye. Hey guys, how are you guys doing today? So I'm here to do another reaction video to BMSG. This is round three, part two to round three. So part one was amazing, part two was great, and we're round three. We get to see the guys showcase their talent more deeply from their first initial audition. So the process is going great. So I'm very, very, very much excited. たくさんいるのは世界に誇れる日本の財産だと思うのでそれをしっかりと発掘して世界で活躍するボーイズグループを作りたいと思います。クオリティクリエイティビティArtism. The only way. Yeah. Julie. Hirose Manato. お願いします。Love is here. A little bit flat, but it was good. Oh. Oh. Oh, okay.まあ、このオーディションも通してですし、こうソロとしてもグループとしても、こう日本だけじゃなくて、こう世界に認められるようなアーティストになることが夢です。でもそれ以上に、人にこう勇気とか夢を、こう自分のパフォーマンスを見てかっこいいなって何か感じてもらえるものがあったら、嬉しいなと思って、そう思ってもらえるようなアーティストになることも、心がけています。言われる前に先に言わして、oh, yeah. やれるだけやってあとは任せて自由になるわ Come on, vocals. 泣くくらいちゃったら終わかるわ、mm. ありがとう。雰囲気だいぶ変わったね。髪型かな。はい。心境の変化があったの。あ、身長は変わってない。心境。あ、心境すみません。いや、髪を切ったのは単に前髪が目に入って痛くて、それで切りました。口が大きく開いた時とかは、さらにこう、歯が鳴ったりするから、マナトの声のいい部分が。Oh, okay, he wanted to show his face. とても気持ちいいです。よく言えば、もっとその開いた瞬間、開き切ったところをもっとたくさん聞きたいなと。思ってます。ダンスも歌も、そういうところを見せてほしいなと。ありがとうございます。カジタクマ、はい、お願いします。表情とかを特に見てほしいなと思います。僕にしかできない表情っていうのを今回練習たくさんして作ってきたので。君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも心と体が変化して頼りない僕は寝転んで。ありがとう。ありがとうございます。特にこういう猫みたいな感傷的な曲だと起こりやすいんだけれど、こういう感情で歌おうっていうのがしっかりとできるっていうのは素晴らしいんだけれども、その先の聴いてる人、見てる人に、こういう感情にさせてやろうみたいな部分って、実はそれとちょうど真逆の感情。今はもう情熱で走っているから、冷静の部分が同じ分量欲しいかなと思います。今は蛇口をずっと開いてしまっている状態なので、ちょっとコントロールしながら、出したり。This is a very nice boot camp. みたいなのがあったらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとう。
ただ単に自分は感情を組めればいいと思ってたんですけど、やっぱりそこの執着っていうのが一番大事だなってことを今日スカイハイさんに言われて改めて思ったので、そこを思い kind of felt a little bit I was getting attacked。 同期ライアン、愛された、正解より一つだけの答えを。僕の夢は、僕の歌とダンスを見て何かを始めようと思ったり、見てくれた人に夢や希望を与えられる、そんな存在になりたいです。そして僕を心から応援してくれている親、友達、いろんな方々が僕のことを応援しているので、この場で僕の全力を出し切りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今は持ってるエンジン、その歌のローがさ、低音のところでちゃんと味を出せるとことか、あのハイが通るところとか、いろんな武器をあの今はうまく使いこなせてない気がする。常に思考してください。常にこういうとこはどうしようかなとかいうことを、いっぱい考えると、まだ多分70倍くらい良くなるかなと思います。 Sky High become a critique。西川雅義、お願いします。僕は歌うことも踊ることもとても大好きで、僕の夢は、グループで大きな会場でパフォーマンスすることなので、そういう機会を与えてくれた、くださった、スカイハイさん、本当にありがとうございます。僕はこのチャンスを絶対掴みたいので、ぜひよろしくお願いします。君がいなくなった日々も、このどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して、頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかさっと現れてくれ。 I like him。島尾颯太、はい、Come on, four-time champion。僕はダンサーとしてこれまでずっと活動してきて、ゼロから世界一まで登った経験もあります。しかし、そこで僕は、もっといろんな音楽と触れ合って、もっと広い音楽の世界で自分を表現したいなと思い、今回参加させていただきました。歌唱に関しては、未経験なんですけど、この20年間で、挫折も苦労も努力も人一倍感じてきた自信があるので、今回はそれを乗せて努力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。アクロバットをちょっとやらせていただきます。おおおおObviously, we know he made a group. としてもね。見るたびに少しずつ少しずつ着実に良くなっていってるので、もうね、3ヶ月くらい経ったらどのくらい成長してるんだろうっていうのをめちゃくちゃ楽しみです。例えば二次審査の曲なら、その時の曲の発声、今の曲だと今の曲の発声、同じものをずっと使っているのはもったいないかなと思います、はい、ただそれでも二次審査と違うのは、テンションを著しく声感情を荒げたり、
曲の感情が上がるところに合わせて声のテンションどんどんと変えていってるっていうのはすごく良くなったところだと思います。ただ次は感情だけじゃなくて発声そのものをこう上の方を使うだけじゃなくてちょっと下の方を使ってみたりとか、あの様々な声の出し方があると思うので、そういうのいっぱい見れたらなんかあの素敵な部分がもっと増えるかなと思います。ありがとうございます。いやいや楽しみにしています。お願いします。 OK、スカイライン5位、神村レオ。人を信じて生きるには君も僕も早すぎたみたいで間違い、正解のどちらも立場や時代に変わるようなものさ。言われる前に先に言いましていいね。僕は今日、神村レオというブランドを今日ここに見せに来ました。自分の人生すべてかけて夢をつかみに来ました。そしてつかみます。で今すごい強いことを言ったんですけど、そんなに強い性格ではないので、この後の審査よろしくお願いします。夏の終わりはどこどこ思い出の年どん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 失うな夏が僕に運んだガーフェン。緊張している？はい、あの手がわかる。例えば今やはりピッチがちょっと安定する。It was good enough. 思ったりはするので、もう一度改めて技術の部分を、しっかりパフォーマンスする、ピッチをつかむ、その中でエゴを出す性格のいい部分がどんどんパフォーマンス出てると思うので、もう一回基礎的な技術立ち返ってもらえると、嬉しいなと思います。明日もグループパフォーマンスあるし楽しみにしてます。割とこの呼ばれるまでの時間があったんで緊張は取れるかなっていうふうに思ったんですけど、いざ呼ばれてみると結構今ちょっと足がブルブルしてたりとか結構緊張してて、自分がやっぱ気にしてたところとかもやっぱり改めて指摘してもらったりとかもあったので、反省を生かして改善して明日もっといいパフォーマンスをできる頑張ろうかなって思いました。Who's four? 三山亮輝。まあ、僕の根本としての、エンターテインメントの目標として歌とダンス、あと役者としての演技も、全て世界のトップに通用するような表現者でありたいなと。僕は、普段、現在俳優として活動させていただいてます。なので映画だったり舞台だったりに出演させていただいてるんですけども、僕の、大きな目標として、演技ももちろんそうなんですけども、歌とダンスも、世界で認められるようなそういうアーティスト、表現者に今回、強く決意して挑まさせていただいております。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。君がいなくなった日々も、このどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して、頼りない僕は寝転んで、猫になったんだよな君は、いつかパッと笑われてくれ、何気ない毎日を君色に。染めておくれよ。 Come on, put your stage in. You're acting to the test. ダンスもとても才能があるのを僕たちはみんな二次審査で知っていますけど、強いて言えば今は頭からケツまでずっとその
肉料理が出ているような印象を受けます。前菜とか副菜とかいろんなアプローチが、ここをメインにはしなくてもいいけど後で一番聞かせたい部分を立たせるための抜きみたいなものがあるともっと刺さるかなと思います。それはダンスもそうだし、なので、力を抜いて余裕を見せるところなのか、引き出しはもっともっといっぱいあると思うので、うん、使い分けて、はい、フルコースな感じで見せてください。見せさせていただきたいと思います。あれ日本語違う。頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Oh, what a top three. Oh, of course the vocalists would be in top three. 3位。大山天。Oh, that's him with the dancing. Oof, that was good watch. Hidaka さんのオーディションを見つけ、こんな僕にぴったりなオーディションはないと思って応募させていただきました。このオーディションを受けて、まあ僕のことを、まあ前活動してたグループの時のファンの子だったりとか、家族とか、僕のことを応援してくれてる人たちが、僕のことを見て、もう一回頑張ってほしいって思ってもらえるように頑張りますので、よろしくお願いします。うん。お願いします。ありがとう。ラップが上手くなっていくね。今ものすごい成長期なのかなということを感じるんだけど、前に見させてもらってからまだ1ヶ月経ってないわけだよね。それでまた少しラップが上手くなってるっていうのはすごいことだし、同時に成長期だとよくあることなんだけれど、自分でそういうのは感じていますか？結構感じていて、自分の声だったりラップする時の発声だったりがあんまりラップ向きじゃないのかなとか思ってた時期もあって、ちょっと日高さん研究してみようと思ってでいろいろ研究して母音のアを伸ばしたりとかいろいろ研究してっていう風にやっていくうちに、だんだん自分が思い通りに歌えるようになってきて、そういうのがありますね。次はパフォーマンスでグループの中でどうやって良さを出せるかっていうのをトライしてみてください。はい、ありがとうございます。楽しみにしています。ありがとうございました。楽しさが勝っちゃって、今回緊張より、日高さんの前で自分のことを発表できるっていうのは絶対なかったって思ってたことだし、これを楽しまずにいられるかっていう感じでやりました。 Rules number two. いきますか。2位。黒田龍平。He's number two? What? 身長も結構高くて、まだ中学2年生なんですけど、身長が180近くあって。背を伸ばしてここから囚われてばっかだったから、行き詰まった喜びで鳴らす時は今。He's so tall. Yeah. 才能を見つけてしまった。ありがとうございました。才能を見つけてしまった。どうも、こんにちは。黒田龍平です。今回、BMSG に応募したときに、最初にまず見たときに、スカイハイさん、こんなことしてるんだっていうのことにまず一つ驚いて、もう、参加するしかないなっていうのを感じて、自分の中で、それで参加しました。で、自分のいいところとしては、ダンス、を心から愛してるっていう自信が
あります。あの、ダンス、こういう表現仕方すると、こんなにも違って見えるんだとか、そういうダンスの表現とかも歌に活用できるのかなって思っていて、まあ、今回歌わせていただく曲も、ダンスの表現を活かしたような感じにできたらなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。ローティングで進まない毎日、商品が似合わないバーベリー、モーニングただただ浮ついて、一中も淡い夢を見る、ねえ今夜はそう言ってゆく、愛情に満たされる日、二人静かに、ああバカみたい。だらぶん大好きでおはよう、俺の言葉を考えてた夢を見て、恋のどの思いに蓋をして、 Feel you little key about you、 甘く溶けるスポーション。Oh, they love him. They tend to give him a lot of screen time. ありがとうございました。劉平、緊張はもうしてない？いや、めっちゃしてます。あ、してるんだ。なんか、余裕そうに見えるね。汗止まんないです。正直、スノージャムって見たときに、大丈夫かなというのは思いました。劉平くんの曲というか、歌唱を今まで見る中で、ここら辺が美味しい部分だろうなっていうキーよりはやっぱり低いし、どうなるかなと思ったんだけど、歌い出しの瞬間に、ブレスをふんだんに含んだ状態で、リズムがしっかりとコントロールできて、感情も入っていて、口がしっかり開いてるんだけど、出すボリュームは小さいみたいな、技術的にものすごい難しいことを、よく身につけてるね。その年齢で。まあ年齢を言われるのは嫌。まあなんか、いろんな人に、意外みたいなことを言われるのはちょっと気にしてて。なるほどね。ごめんね、なんか俺聞いた時にさ、一瞬ちょっと嫌そうな顔したから。まあ劉平くんが思う通り、まさにクオリティが高いかどうか、うん、しっかりと表現する力があるかどうか、音楽に対する気持ちがしっかりあるかどうかだけしか見ないので、安心してください。はい、ありがとうございます。明日も今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。普段通りの力を出せたと思います。僕も悪くも。ただ、まあ悪く言うとするなら普段通りの力しか出せなかった。そのステージがああやってある上で、もうちょっとアレンジできるところが多かったんじゃないかなっていうのは感じてます。うん。Well, obviously he's まだね。1位は、プルイエラン君。Oh, oh, you got a nice face. Sorashi. But I think number two is better vocally, in my opinion. Oh.I do love the、yeah. dance number though. Hey, 次東京で会えることを楽しみにしてます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。よろしくお願いします。正直もう名前呼ばれなくて、終始ドキドキやったんですけど、1位というちょっと素晴らしい結果をありがとうございます。いえいえ。で、僕すごい小さい頃からダンスをしてたんですけど、本当にライブとかそのコンサートとかでこうパフォーマンスしてるアーティストさん見てて憧れを持ってて、もうすんごいもう、わ、俺もやりたいと思って、もう本気でアーティストを目指しにここに来ました。なのでこれからも頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。心が壊れてしまうようになったら、
やる気も枯れて傷ついたからあもうやめだ One more one more take 僕らは逃げている One more one take 自分の Now I see why he's number one バカたくりをしてゆらゆら生きている誰も知らない僕らの行き先は緊張はしてる？バクバクしてますその例えば歌だけとか例えばダンスだけだったらあのラン君より今現段階でコンテストであれば技術で上回られることはあると思います。ただ、ラン君は、本当に何かしらの風格なのか雰囲気なのか、言語化しづらいものを持っているので、期待も込めて、ちょっと1位にさせてもらいました。ふとした瞬間に出すあの王者の風格みたいなやつを、ちょっと常に出せるようにしてほしいなと思っています。風格の自覚はありますか？いや、なんか、自分が思うほどはないですけど、うんうん、まあなんか、その、もう、他の誰よりも、こう自分が一番だと思う気持ちはずっと持ってるので、そこを、もう、バーンと出していけたらなと思います。うんうん、多分そうだね。そのドアが開いてるときが、なんかすごい、オーラが出るときなので、okay. これ抽象的なものを持ってるっていうのはすごい特別な才能なので大事にしてあげてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。こう順位呼ばれていく中で、なんか全然もう自分の名前が呼ばれなくて、どうしようとかってずっともうなんかもうモヤモヤしてたんですよ。で、もう最後の2人ってなった時に、もう1位で僕が呼ばれて嬉しかったんですけど、もちろんプレッシャーというかちょっとこうちゃんとやんなきゃと思って。He saw everyone is just sitting and focusing straight ahead. いただけたので、もうこれを期待にしっかりと答えつつ、でも、no one's when everyone's walking, no one's like, なんていうの、1位だからって言ってこう当選だと絶対にダメなので、そこはもう自分も成長するっていうつもりでこの1位っていうのをしっかり次のステップに進めるように頑張りたいと思います。最初の方にも言ったけど、あくまでも暫定の順位だから、もちろんリモートでしか見てない人もたくさんいるので、リモートで見た分よく見えた子もいると思います。リモートで見ていたから本来の魅力が伝わってない子もいると思います。二次審査から今の段階でもう伸びているからぐいっと伸びるだろうなという方もいます。あくまでも本当暫定の順位なので、決してあの順位が下だからって気遅れしたり縮こまったりしないでほしいし、決して順位が上だからってよかったと思って俺はこいつらより上だと思ってあぐらをかかないでほしいです。音楽に真摯に2日間、長いけどね短いのでよろしくお願いいたします。また後ほどよろしくお願いいたします。 I love this critique. Such a good job. OK. It's not too late, never too late to fight. Please don't waste my time. 放物線を描く流れ星を掴むように、空を駆け Now I gotta go. 打ち返まそう君と。Oh, love that middle one. Love his, he's gonna be really good.
So that was round three, part two. To round three, this is really good. I am really loving Sky High critiques that he's giving these young men. Love it. And I also love the fact that they also know their fault as well, what they're flawed within their singing and dancing that they need to improve. I love it,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  love it. Now I can see why he's number one. He really do know to pick the song that he can do vocally. And I do love this fact that he also challenged himself too with his audition video, audition that he did. He sang a difficult song to sing, which he pulled off perfectly. So this was very, very good. I love it. I love it, love it, love it, love it. Anywho, whatever you guys want me to react to, feel free to click the link below in the comment section. Get to this one as possible. It's always who can you besides you. See you in part four. Oops, round four. Bye.